北九州魅力ミュージアム。今回は小倉城庭園。ナビゲーターはトギーさん。いや、最近はだいぶ涼しくなってまいりました。今日は小倉城のお隣、開園15周年を迎えるという小倉城庭園にお邪魔したいと思います。かつての小倉藩主小笠原氏の下屋敷跡に作られた小倉城庭園には、日本の伝統的な建築様式である書院造りや池泉回遊式庭園があります。年間4回の企画展や行事を行い、日本の伝統文化を紹介。現在は祇園祭と八坂神社の企画展を行っています。いや、この軒下にね、はい、水の影がゆらゆらと、はい、そしてこの無双窓からこう入ってくる風が、はい、もう9月になると随分涼しいですね。そうですね、秋風が、はい、爽やかに入ってきます。昔ながらの木造建築っていうのはやっぱり考えられてるんですね。ここからの景色もとても綺麗にご覧いただけます。いや、ここにこう座って池の鯉を眺めながら、そしてここから見る小倉城が一番美しいと言われております。ですね。ここで一度でいいから、あのバカ殿遊びをやってみたいんですよ僕。あーってぜひお殿様。そうですか。上段の間に上がられてみませんか。上段の間の見どころの一つは小組合天井。合天井の合間にさらに小さい格子組を入れたものです。また小倉城庭園は庭から見る景色も最高。風情ある中で写真を撮ってみました。じゃあお父様撮ります。小倉城庭園だよ。そしてこちらは流霊席。ここでは抹茶と和菓子をいただくことができます。小倉城庭園では15周年を記念して9月29日に市民茶会が開催されます。ぜひご参加ください。いや、お庭もあって、そして建物も素晴らしくて、まさに都会の中のオアシスですよね。ぜひ皆さんも月に一度ぐらいは小倉城庭園へお越しください。